俺悔しいよ。19時まで、何？ポケ団運命の塔揺れいどる。その後、BW2。空の探検隊。19時までね。音でかくね？BW2 もしかして縛りなしで普通にやるつもりか？うん。ダメ？いいよね。今だったらちょうど記憶がなくなってていいだろうな。だからネジキに吸収されちゃったらしい、俺の記憶は。どうやら。行きます。あのね、昼間の放送見てなかったよーっていう人いるじゃん。音ちょっとでけえな。結構ね、煮詰めてきました。ちょっと待ってな。ただね、ものすごい腹立たしいね。これね、驚かすという技、非常に大事だと思っていて、こうちょっと節約しようか。本当は今妖怪駅で死んでるんだけど、あえてで経験値2しかもらえないのね。クソでしょ、終わってるでしょこのゲーム、マジで。俺怒っていいと思う。怒っていいと思っていて、まだつぼみは、いいね。こう。いや、妖怪劇一発で死んでくんねえかな、ナイス。驚かすからの。妖怪駅。もうマジでモーター。ポップはもう妖怪駅で死にそうだな。わざと登録すれば省略して出せる。なんかね、ミスりそうでさ、内訳ないから。あ、まだそのレベルか。みんな、俺はもう上にいるよ。絶対に7時までに8回以上に行く。
道具で、うわ、タウリンあったんだ。これタウリン使うのと使わないのじゃ全然違うんだよね。結構ね、7回鬼門、あーもうちょ頼むって。まあ俺に頼まれたらそうなるわな。でちなみに14回までいかなかったら俺目頭切開します。結構びっくりするでしょ。終わったと思っていて、みんな終わったと思っている？俺は思っている。このさ、もうキャタピーの強さどうにかして。難しいとかそういうレベルじゃないんだけど、このゲーム。ただのリボン TDN、 本当にただのリボン。何それ、そんなこと言われても困るんですけど。でっていう、2か。揺れゾーンある？いや、ナマズンがあれだな。もう次から次へと。って言っていいの？ねえ。
これをポケットモンスターって呼んでいいの？なあ。俺は呼んじゃダメだと思う。ちなみに BWZ でもゆるゆるに捕まる、絶対使わねえよ。絶対使わねえから。これ良くない？あ、なんか流れがいいよ。これ攻撃力強化されるのめっちゃくちゃ強い。ただ、HP が8以上ないと、ここで死ぬんで。9あれば大丈夫。絡みつけて大丈夫。お前さ、倒しても経験値さ7しかもらえないクズがさ、現れてくんじゃねえよ。なんかすごくない？うわ、めっめっちゃ惜しい。200円か。鉄の時計っていいの？16円だったら買った方がいいな。ナイスひるみ。もうこれ当たんないんだったら覚えないでくれよ。最初から期待させないでよ。なんでお前2しか、お前どんだけ人生経験が浅いんだよ。アリとかでももっとしてんだろ経験。なんで2って初めてなんだけど、びっくりしない？絡みつきは命中率 88%。多分さ、余計なところ回りすぎて、もう、8、おい、ちょっと待て。みんな聞いて。今からさ、絡みつくのさ、命中率を計算して。今外しました。外しました。今のところ3分の1ね。ねえから。まあでも洗濯玉と PP マックスあるから。猛撃の種はどこで？7階で使いたいな。これ死ぬんじゃない？
でさ、序盤はさ、できるだけさ、絡みつくで倒していこう。これって使う価値のない、あれなのね。タウリンのおかげでだいぶ。当たらんじゃん。バーガーにしてく。ラスボスじゃん、あいつ。逃げることもできないのか、通路で。ポケモンやりたい俺が優位な状態のポケモンやりたい。俺夢だよ、ポケモンやるのが。ねえ、俺夢、ね、飽きてるんじゃない、俺怖い。クリアしてから BW2 やる、絶対やだ、絶対やんね、絶対 BW2 やる俺は、ね、当たんねえんだったらおめえさ、もうこんな技覚えんじゃねえよ、まあ、本当によ。ストーカーどもが、てるやん。ねえ。身代わりだな。お前キャタピー
ですか本当に。つかぬことをお伺いしますが、何メロメロしてんの？ねね、意味わかんない。何メロメロって？何メロメロって？こっち逃げといて。バネブーは俺が殺したかったのに。外れたら負け。いや、なんかアイテムのさ引きが吸われちゃってるね。頼む！なん、7階で使いたいよね。できれば。光の玉。いや、お盆は美味しいよ。物替え玉絶対欲しい。バレブーね。高く売れるぞ！じゃねえよ。売るんじゃねえよ。思い出の品を。一撃耐えるしかねえ。上行くしかないよね。いや、左上行ったとてじゃない？上一発食らうしかないよね。あ、左上、右上だったら食らねえか。これはポケモンじゃない。悪魔だ。ここにポケモンは誰もいなかった。いいね。クリアすんだよ、おい。なあ。ね、もう負けとるやん、俺。
一生そこにいろお前は。俺果敢にもアイテム回収しに行く。ふん、一生そこにいろバカが。見失い続けろ大切な何かを。ここだな。もうどう逃げられたらもう。あ、こっちをぐっつりと倒していく。どうすか。やめて。で、ここで根を張るわけですよ。失い続けろ。やばいね。何も得られないだろうな。なお前強いってなんでお前ほどのお方がこんなところにいらっしゃるんですか。俺もキャタピーに敬語になっちまうよ。自然と劣等感であんなにバカにしてたのに、あなたほどのお方がどうしてこんなところにいらっしゃるんですか。あなたがいるべきなのはここではない。ブロムヘキシンいいね。クソイライラするわ。マジで。舐めんな、あんまり、ユーザー。ユーザー舐めんなよ。なんでユーザー舐めんだよ。なあ。じゃあ、おしっこしてきて、BW2 やろっか。よいしょ。
なんかポケモン実況するの久々だな。なんなこともねえか。ストレッチしようか。肩回せ。よいしょ。マジでつべてしないのか。多分ポタポタして、なんかゲーム配信はもうツイッチでやっていこうかなと思ってんだよね。マジで。ニコニコは絶対に嫌だ。だったら YouTube でいいじゃん。余計ぐちゃぐちゃでしょ。まあ、できそうなやつは、で、一回今度なんかテスト配信しようかな。なんかを。それ誰か YouTube でやってるやつに聞こうかな、今度。設定とかをね。すべてやらない理由を教えてくれ。もう、とにもかくにもやりづらい。とにもかくにも。異次元にやりづらい。音じゃとか教えてくんねえかな、俺に。普通にやってもいいけど、チャレンジモードで難易度だけ上げとけ。あ、それいいね。あ、じゃあ難易度だけ上げて普通にやろっか。それはどう？難易度だけ上げて普通にやろっか。ちょうど3年と1週間ぶりの BWT の実況やけど、どんな気持ち？もう、じゃあなんで前やめたかわかんない。なんか噂によると、最終回でやめてるらしい、俺。俺最終回でやめてるらしい。バッチリ8個取ってやめてるって意味がわかんない。なんでやめたの？体調崩して、復活して、ネジキやり始めて、ポケモンの熱全部そっちに吸われて、いつの間にかやめてったらしい。7個か。7個取ったの？ 3 年前。え、じゃあ俺ナンバリング実況再開するの3年ぶりなんだ。次 XY。 へぇー。 XY の実況から YouTube でやろうかな、じゃあ。手始めにこっちでやって。俺のポケモン実況でもおもれえからな。別に YouTube でやろっかな、じゃあ。どっちでもいいんだけど。マジで。でももうポタポタしたらなんかやだな。どっちでもいい。同時は無理できない。YouTube でやる？どっちでもいいよ。あ、Twitch やろ。このまま Twitch でやろ。一旦。一回テスト配信してからにしよう。YouTube は。絶対に1時間ぐらいかかるから。絶対に1時間で済めばよし。一旦ツイッチでやろう。で、今度テスト配信するわ。なんか。設定でぐだつきそう。え、なんかこれ、あれじゃない？画面ちょっと、なんか、画質悪くないとかさ、なんかさ、絶対あるよな。
ラグ、ちょっとこれ何、超低遅延でやる？みたいな。20秒ラグあんだよね。みんなうめえわ。そういう、俺なんかやっぱリアルタイムでさ、まあ、通常配信だとできんのかな？超低遅延はできない。スイッチとツベの両方でやればアーカイブ上げる必要がないから楽。でもなんか片方止まっただのさ、俺の今のさ、配信の環境はさ、左の方に配信画面見て、ここでゲーム画面見て、右のモニターでコメント見てるので、こっちの画面で2つ見ながらできない。規約的にはいいんじゃない？今度 YouTube 配信しよう、なんか。しかもなんか結構画質を要求されるやつ。単発のゲームみたいな。ホラーとかやろうかな？明日あたり。それを理由に、エルレイドから逃げよそれか、BW2 の、ポケ戦封鎖やるってなったら、それからつべてやろうかな。もうイレイドルはもう本当にしばらく見たくない。あいつムカつく。でも BW2 でもしイレイドル出てきたら使おう。サッチャーから LINE 来たよ。ねえ、私のレシピがバズってる。みんな美味しいって？だって。知らねえよ。あんまないようなこと言ってまだ。そうだね、にしよう。優しかったでしょ。そうだね。そうだ、間違えて誤字しちゃった。そうだぬって。やっぱ、思ってもねえこと送るとさ、誤字脱字すんだよ。そうだぬって送っちゃった。7時ジャストからやろうか。ストレッチして。うわ、楽しみ。俺のポケモンの実況見れんのかよ、俺が。楽しみ。俺のポケモンの実況早く見たい。絶対日本で一番面白い。ポケモンの実況ストーリー。早く見たい。御三家は誰を選ぶんだろう。誰がいんの？え、また俺バッチ8個取ったらやめるからね、ちなみに。飽きて。ポカブかよ。俺ポカブ使わねえよ。前回使っただろ。部屋が汚すぎる。スタージャか水丸か。なんかでも、いやーもうその中だったらポカブなんだよな。水丸にしよっかな。あいつなんか間抜けで可愛いし。ね。お前、すかしてる系使わねえよ。何すかしてる系って。スタージャみたいな。俺も、一番好きなのはスタージャだよ。実力的な意味でね。ヘビニラミが好き。てか、ヘビニラミって最強の技じゃない？今。命中率100%麻痺だぜ。
それ、向こうからの影響だろ。そうだ。あいつは偽りの先生だったんだ。あいつは医師免許持ってなかったんだ。あいつブラックジャックだ。危ねえ、騙されるとこだった。ちょっと待ってね、部屋が汚すぎるから新規行って。てかランクマもやりてえな今度。そういうさ、最近光の加藤純一のさ仕事がさ大晴らしにあっちゃってさ、なんか知らないけどしばらく暇だからさ、理由はわかんないんだけどさ。わかんないって言いたくないんだけど、今。知らねえやつもいるだろうから。暇なんだよね。令和の大晴らしって呼んでんだけどさ。多分半年ぐらい暇だからさ、俺。無事って知らん、わかんねえ。わからん。まあでもか、ほぼダメだろ。多分ダメだろ。わかんねえけど。奇跡だろ、やったら。俺も逆にどの面下げていけば言っていいかわかんねえよ、みんな。どの面下げていくの？俺。いや、楽天はさ、あまりにもタイムリーだったからさ。突然だったからさ。あれね、あれ俺尻尾張ってたわ。尻尾張っててこれかよ。お前見たくてザカセ申し込んで、別に俺がで、たとえ出なかったとしても面白いよ。大丈夫だよ。マジで。頼むからそうやって言ってくれ。そしたらまた返金対応とかですげえめんどくせえことになるから、それはそれで楽しんでくれよ。頼む！押し通す。頼む。味変してくれ。クレームゼロで。目指せクレームゼロ。頼む。じゃないと俺が困る。俺を困らせるな。クレームゼロを目指そう。クレームゼロの世の中を。すごいすぎる、じゃあ、俺がもう出ねえって言ってるわけじゃなくて。普通に考えたらさ。出れないのが一般的じゃない？普通に考えたら。ただ俺は、直接は、ちょっと連絡取らないけど、もし出れないってなったら、河川さんに、一日その日土下座しとく、こうやって。本当に土下座しとく。マジで。で、次の日、おでこから血が出てたら、加瀬さん許して。マジでね。お前、どうすんだよ。
自分考えたくない。なんで俺に考え、今いいじゃん、ポケモンやらせてくれよ、ただでさえエルレイドにイライラしてんのによ。俺の代わりはエルレイドだよ、出んのは。エルレイドのマスク被って俺が出る、じゃあ。断固として認めない。いや、俺加藤十一でもねえし、うんこちゃんでもねえ、俺はエルレイドだ、つって言う。ユレイドル。どうも、ユレイドルです、って言う。はじめまして。意外と、人前も平気なもんですね。今日デビューしましたが、って言って。ベルセルクか。ちょ、タバコ一本吸ったら行こうか。しかもゆっくりできんね。あ、イラストもおばあちゃん募集しよっか。今作がポケモン最後のドットだぞ。やりたくねえな。そうやって聞くと。XY ってさ、何だったっけ？メガ進化か。メガガルーラ超使いて。ブラックホワイト2は進化前のリリーラもユレイドルも野生では出現しない。どこで出現すんの？会いたい。あいつに。あいつはどこ？エルレイドンっすか？いや、LINE してない。なんか今、あれ見てた。XY ってどんな感じだったっけなと思って。なんかさ、鹿みたいなやつが、パッケージだった気がするんだよね。俺や、なんか、ワッチャンと二人で、ゼルネアスだ。うわ、俺ベリカンの動画めっちゃ見てた！俺さ、ワッチャンとやってた気がするんだよね、一瞬。もう記憶全くないけど。ジオコントロールだよね。鹿だよな、あのな。お、パッケージ覚えてるもん。XY の次は？サンムーン？の次は、ケンタテ、サンムーン、ケンタテ、SV か。すごいね、時代を感じるね。俺さ、ポケモン初代からさ、配信でずーっとさ、追ってやってってさ、まあ、BW2 でやめちゃってたんだけど、今その時が動き始めたわけじゃん。追いつこうとしてるんだ。で、オラスはリメイクだ。リメイクじゃん。だよね。お前が寝てる横でワッチャンとフトンちゃんがポケモンバトルしてる動画がまだある。あ、S、XY？ やってたんだね、じゃあね。全クリはしてない？え、わかんねえ。マップ見れば、チラッと、
加藤さん、ブラックホワイトはアメリカが舞台なんで、セックスした場所の近くを通ったら教えてください。わかった。西の方からだよね。ニューヨークなんだ。じゃあダメだ。寒いならハワイにも行ける。最悪じゃん、これから。これが最悪の実況になるじゃん。見事じゃん、なんかタイミングが。なんで？でも俺そういうね、下世話な話は絶対しないよ。今なんか雑談だから触れたけどね。俺結構自分の実況にこだわりがあるんで。残念ながら。今から何やるの？あ、ちょっとタイトル。タイトルみんな立ってる。ポケモン実況は綺麗な作品にしてくれ。分かってるね。俺もそう。ポケモン実況は、加藤純一でやる。そういうのがおもろいから。汚くやりたくないんだよね。なんだろうな。なんかほのかに香りたいんだよね。好み。ポケットモンスター BW2。下世話なこと言いたくない。マジで。ブラックホワイト。え、ない。ポケットモンスター、赤、金、銀、3。え？ポケモンスカーレット、バイオレット、エメラルド、ソード、シールド、プラチナ、バトル、ん？違う。ブラックホワイトがあるのに、ブラック2ホワイト、あ、だ、これだ。ブラックホワイトバージョン2。か？これか。ええー、楽しみ。マジで。すげえワクワクする。なんでだろう。バッチ3つぐらい取りたいな。いや、なんかでもやめよう。急いでやるのやめよう。ゆっくりやろう。こうか。タグとか大丈夫？ん？これ合ってる？ね、タグ合ってる？合ってる？ 初見、ま、初見でしょ？忘れてるし 忘れてるから初見だよ。多分俺何にも覚えてないと思うよ。あ、分かった。じゃあ、ほぼ初見プレイしよう。 嘘じゃねえだろ。あの日、あの時記憶ねえし、俺。合ってる。ブラックのデータ消す？難易度はどうする？チャレンジモードでいく。あれ消すのもったいないか。じゃあホワイトでいく？ホワイトにしようか。ホワイトなんかちょっと、あれだったよな。いわくつきだったよね。改造データがあっていわくつけられても嫌だしね。じゃあまず、ブラックで、どうやってチャレンジモードをするの？ブラックがチャレンジキー。はい。じゃあまず、待ってね、どの画角でやるか。ちょっとさ、明日からさ、ここにさ、あれちょうだい？ここに。
なんだっけ、イラストちょうだい。ここに。タグ間違ってる。嘘、ちょい待ち。ちょっと待ってね。ポケット。久々に俺のオーキッド博士のモノマネが聞けるのかよ。ポケットモンスター XY。ブラックホワイト。パルキア。え、じゃあ変わっちゃう。なんでだ。ごめん。ポケットモンスター。ポケットモンスターっていいよな。できたかな？オッケー。そんで、待ってな。なんとかキーって、どうやって手に入れるの？チャレンジモードで初めからプレイするときは、ホワイト2を初期化したカセットと、あ、2個必要なんだ。あ、じゃあさ、いいよ。普通にやろうぜ。普通にやって、そんで、普通にやろ。普通でいいや。普通が一番だ。で、ポケセン封鎖やるってなったら速攻クリアして、ポケセン封鎖やるっていう意思が固まったら、俺さ、ブラックホワイトのさ、ポケセン封鎖ってやったことある？で、絶対にクリアできないって言われてる、ポケットモンスター封鎖、え？なんだっけ？ポケモンセンター封鎖のお知らせ？ブラック2バージョンをチャレンジモードでやろう。え、ちょっとさ、俺さ、ヘッドホンでしたくねえ、ポケモン。わかる？この気持ち。ポケモンってヘッドホンしてやるもんじゃねえんだよな。いいですか？じゃあ。やります。やる。ね、あれちょうだいね、イラスト。いいイラスト、頼むね。え、ホワイトってユレイドル出てくる？出てきたら嫌なんだけど。レシラム。だよな。マブチ。どうも、マブチです。なんかもう、汚れたんで名前変えました。まぶちに。最初から始めるでいいの？これさ、データ初期化しないでいいの？最初から始めるで、レポートしたら上書きされる？ダメ？リセットってどうやってやんの？初期化どうやってやんの？上、セレクト B。この画面怖くない？すべてのセーブデータエリアを初期化。待って、ヘビ、ハードモードでやりて。俺じゃ、実はさ、DS あるんだけどさ、ハードモードでやっていい？ちょっと付き合ってくんない？ 10 分待てる。充電が切れてんだ。ハードモードでやるか。うん、せっかくだし。ちょい待ち。いや、失礼、失礼。充電器を持ってきた。ああ、新しいの持ってきたよ。これできるね。3DS できるよね。うわ、この 3DS マジ懐かしい。
まずこっちはセーブデータ消去していいよな。ハードモードっていうのがあるらしいよ。中古データなら最初からキー持ってるかもしれないから確認してみる。一周リンク、OK。待ってね、今、消去してる。ちょ、みんな、15分くらいかかると思う。充電するから、今から。3DS の充電って結構さ、時間かかんない。あ、こっちで持ってるかもしれないってこと？いや、オープニング見ない。ブラック2じゃないとチャレンジ出ない。ハードモードは消さなくてもできる。あ、じゃあもう今まさに俺消したんだ。今まさに消しちゃったんだ。悲しいね。ブラック2はある。今ね、DS の充電中。まだつかない。うわ、これ、モンハンやってたなぁ。みんなで。で、こっちに、ブラック2を入れて、待ってればいいんだな。ハードモードは消さなくてもできるよ。アクセスキーが必要だから消さないでほしい。OK。とりあえずあれだよね。B を、こっち着いたら B を起動して、やればいいんだよな。キーシステムでリンクして、ねえさ、全クリしたら勝手にキーはもらってんの？とりあえずキーシステム押せ、はい。できねえわ。キーの入手条件はブラック2なら黒の摩天楼を、ホワイト2なら白の樹洞をエリア5までクリアすること。これって普通にやってたらやってるもんなのかな。やってない。あ、じゃ、ちょっと待ってな。もしかしたらすぐクリアできる？結構めんどくさい。持ってるかな？摩天楼の鍵持ってるよ。あ、チャレンジキー持ってる。持ってるわ。ちょっと待ってな。こっちの充電が終われば。空っぽすぎてまだあれだ、真っ赤っかだ。あ、着いた着いた。早い早い早い。引き続きこっちだ、絶対いいよね。ゲームスロットに何も触ってません。やばい。できた。さすがゲーム実況者。3DS いっぱい持ってんね。この DS めっちゃ綺麗なんだけど、これ誰かあげようかな。これの10年ものの。一周リンク、キーシステム、キーの通信。同じ画面まで来た。じゃあ、ハイにして、
んだこの原始的な。カセット同士を向かい合わせるの？え？え？なんか、え、できてる？吹雪さんチャレンジ機でチャレンジモード開放しました。あ、なんかいろいろ送られちゃうわ。なんだこの不協和音は。みんな とてつもない不協和音なんでこんな不安になるの。病んでるの。OK で、これいいよね。完了しました。モドルで、でホワイト2をこっちにキャプチャーしてやればいいんだよね。ソフト変えるから待って。こっちの 3DS 綺麗だな。歴史を感じるな俺の。ありがとな。また眠っててくれ。いつか視聴者プレゼントするまで。ほぼ初見プレイ来ましたか。うん、ほぼ初見プレイ。どれくらい難易度なのかわかんない。なんか縛りじゃないけどさ、一個くらいなんか稼が欲しいよね。野生倒すの禁止くらいしとく。ぶっ飛ばしたくない。幽霊ドルとか。でもさ、トレーナーのポケモンが強くなったらさ、俺も強くなっちゃうじゃん。ライバルが強くなればなるほど。あ、いいね。ポケモン BW2 実況チャレンジモード初日、チャレンジモードにしようか。センキューセンキュー。いきますよ。学習、決めよう。あの、ルールを。学習装置ってどういうシステム？トレーナー性アイテム、ああ、まあそうだね。いや、トレーナー性アイテム技師。回復薬とか。ああ、まあそれぐらいだったらいいかもな。確かになんかそんなの、人間が関与しちゃいけないよね。え、きつくないでも俺の得意のさ、アイテムガブ飲み戦法使えないじゃん。あ、ドーピングだけ禁止しよっか。あ、ドーピングだけ禁止。理由は、ドーピングが好きじゃないから。もうすごい納得できる、これ。ドーピング禁止ね。オッケー。
どうせさ、下手くそだから死にまくってさ、ちょうどいい内容になるよ。あ、ちょっと待って。あ、待ってね。あの、今、あの、YouTube に上げるスタートを今決めてるから。ここから行きます。